ご覧いただきありがとうございます。魂のナナシです。こちら2月の16日に撮影した、赤耳亀の一種の、動画でございます。この動画のシリーズは春の訪れを感じる動画ということでですね、この赤耳亀は、冬眠中は水中にいますので、このように陸に出ているということはですね、活動を開始したのかなというところです。外来種ですし、何とも言えないところではあるんですけれども、この動画に関しては春だなということで、穏やかな気持ちで見ていただければということです。当チャンネル初の、爬虫類ということで、皆さん、この後ですね、飛び込んだり泳いだりといった姿も見せてくれますので、どうぞ皆さん、最後までごゆっくりとお楽しみください。それでは、皆さん、解説はここまでということで、ごきげんよう、さようなら。もう一匹。